どうもウエストランド井口です。ウエストランド井口のサッカー動画いくさか始めていきたいと思います。はい、今回はですねカタールワールドカップの日本代表メンバー26人が発表されたということで、そちらについて、紹介とかですね、どんな選手が選ばれたのかサプライズはあったのかとかその辺をですね、皆さんに、サッカーよく知らないという方にも分かりやすく紹介していけたらなというふうに思っております。ワールドカップいよいよ近づいておりますのでこの動画を見てですねこの YouTube のチャンネルを見て一緒にですね皆さんで盛り上がっていけたらなというふうに思っております。発表されたのが昨日ですね11月1日の、お昼の2時かな、記者会見があって日本代表サムライブルーのですね日本代表監督である森保監督から、26人のメンバーが読み上げられてそこで発表ということで、テレビの方でも中継とかねされてましたし YouTube でも、流れてたと思うんですけど僕もですねその時間家にいたのでリアルタイムでその瞬間を見ていたので、それを見ながら生配信とかもしようかというふうにも思ったんですが、その日にですね、その日の19時にですね、M1 グランプリの3回戦の結果、準々決勝へ進出するメンバーが発表されるということがあったので、正直気が気じゃなかったので、とてもじゃないですけどね、そのワールドカップのメンバーを見ながら喋ったりとかですね、決まった直後に YouTube の動画を、上げるのもなかなかこう、ちょっと、それどころじゃない感じがあったので、比べるのはね、もうおこがましいというか全然違うとは思いますけど、ワールドカップのメンバー発表とね、僕らからしたらね、漫才師からしたら M1 の発表もちょっとこうね、言ったら、この1年と言いますかね、大げさに言ったらこう人生かかってるみたいなとこもありますから、そういう意味もあって同時に、いろいろ発表されるという、サッカー好きなね、漫才師からしたら、M1 に挑戦している漫才師からしたらバタバタした一日ということになりましたが、ありがたいことに我々ウエストランドはですね M1 グランプリ準々決勝に進出できましたので、ここからねさらに厳しい戦いになっていきますが、それはそれで頑張るとして、改めてワールドカップのメンバー26人が決まったという動画を撮らせていただいております。26人決まったメンバーこちらです。はい、全員26人の名前を書きました。字が汚いとかその辺はさておいてですね、ちょっと、見ていきましょうかね。いろんな意見とか考え方もあると思いますんで、この選手が選ばれなかったとかね、この選手が選ばれたとか、その辺いろいろあると思いますが、大きなサプライズというのはなかったですかね。順当といえば順当という風にも見えるんですが、いろんな方が言われてるところで言うと、原口選手が落選してしまったと。ここは僕も、入ってくるんじゃないかなという風に思ってましたね。いろんなポジションをできる選手ですし、経験も豊富ですし、海外での、プレー経験もあるので、原口選手は、入ってくるんじゃないかなというふうに思ってたんですが、落選と。ここはね、サプライズというよりかわかりませんけど、結構ね、びっくりした方が多いんじゃないでしょうか。そしてですね、ここのところは代表呼ばれてなかったんですが、コンディションを上げてきた大迫選手が選ばれるんじゃないかという見方もかなりあったんですが、大迫選手も選出されずということになりましたね。ここはですね、どんなサッカーをするかと、どんな、ワールドカップでね、どんな戦い方をするかというところも、踏まえて、いろいろ紹介していけたらなと思うんですが、これあくまで僕の考えですけど、もちろんね、森保監督、そしてこう日本代表の中には、もうどんな戦いをするかということが、シミュレーションにシミュレーションを重ねた上で選んだメンバーというふうになってると思います。その他にもですね、この選手、なんで選ばれないんだとか、いろんな意見はあると思いますが、あると思います。もう当然これね、全員が全員納得するメンバー選考、日本中のじゃあ全サポーターが納得するというメンバーにはどうなったってならないわけですし、もうこうなったらですね、選ばれた、26人をですね、信じてですね、応援するというのが、もう応援するしかないですから、ここまで来て、なんだこれ、もう応援しない。とか、もう負けてほしいとかですね。おそらく小学生だとは思いますが、ネットとかにそういうことを言ってですね。もうこんな早く4年経たないかなとか、もう何やってんだって話ですから、もう26人選ばれて26人は間違いなく、
もう本当にね全力で戦ってくれると思いますし、残念ながら選ばれなかった選手たちの気持ちも全部背負ってですねやってくれるとはもちろん思います。もうチーム一丸となってやってくれると思いますんで、ここはもうそれを信じてですね我々ができることは全力で応援するということですから、皆さん、本当に応援しましょう。まずはもうそうやってねサッカー全体を盛り上げていって、もうねワールドカップでね素晴らしい戦いをして素晴らしい結果を見せてくれるというふうに信じてみんなで応援しましょう。もうそれしかないですから、ここまで来て、ふてくされてる場合じゃないですし、じゃあ日本サッカー界がどうたらこうたらとか言ってそのためにこの選手をなんで選ばないんだったらこの選手が選ばれなかったもう応援しないっていうような行為が一番日本サッカーのためになってないというか足を引っ張ってるだけでしかないんで、まあ小学生とか中学生だと思いますがもうふてくされてないで応援するしかないんで、このチャンネルではですね、日本代表ワールドカップ楽しみですね、いろいろ紹介していけたらなと思っております。改めてこのメンバー見ていきましょうか。まず一番上3人がゴールキーパーですね。川島選手、権田選手、シュミット・ダニエル選手、この3人が選ばれましたね。まあここどうなるかというところでベテランの川島選手が入るのかどうなのかというようなところもありましたが、まあチームをまとめるという意味でももちろん戦力的な意味も考えてでしょうが、川島選手が選ばれたと。そして権田選手とシュミット・ダニエル選手、まあここのねスタメン争いが結構今激しくなってきているので、どちらが正ゴールキーパーとしてワールドカップ出場するのかというところも一つポイントだと思います。シュミット・ダニエル選手がここのところこう調子を上げてきていて、まあ身長も大きいですしサイズを生かしたセービングとかですね、勝負強さを見せてくれて、シュミット・ダニエル選手がもしかしたらスタメンということもあるかもしれません。そしてその下からが、フィールドプレイヤーゴールキーパー以外のポジションの選手なんですが、これ発表した順に、こう書いてるんですが、年齢順で発表されましたね。ポジション別とかではなく今回は年齢順に発表されたということで、ポジションは、バラバラになっておりますが、一人ずつ見ていきましょうか。まず最初に呼ばれたのが、長友選手。まあ、これはね、長友選手はサッカーそこまで詳しくないという方でも知ってると思いますけど、もうベテランですし、そういう意味ではねベンチにいても、試合に出てもチームを盛り上げることができる選手ですし、まあ、長友選手自身もおっしゃってますが、やっぱりこう強い相手なら強い相手ほど燃える選手ですので、ここはですね、ワールドカップ本番いろいろね予選中言われたりもしてましたが、長友選手見せてくれるんじゃないでしょうか。そして吉田麻也選手、まあここもねベテランになってきましたが、最終ラインちょっとね、スタメン出場どうなるかまだ分かんないところありますが、キャプテンとしてですね、まあ長谷部選手から引き継いでこうチームをまとめてくれると思いますんで、コンディションを上げてですね吉田選手を中心に、まあ相手は強いですからしっかり守ってほしいなというふうに思います。そして酒井宏樹選手、まあここも選ばれましたね。今 J リーグでプレーしてますが海外でのプレー経験も豊富ですし、まあ対人も強いので、今回ねドイツ、コスタリカ、スペインと強豪と同じグループリーグに入ったので、まあ酒井選手右サイドバックの一番手になるんじゃないかなというふうに思ってます。そして谷口選手選ばれましたね。川崎フロンターレ所属、 J リーグに所属している選手ですが日本代表に入ってきました。まあずっとね、結果を残して安定した守備を見せてきたんですが、ようやくこうワールドカップにのメンバーに入ったかというところですね。そして柴崎選手、まあ柴崎選手もね選ばれるのかどうなのかみたいな声も結構ありましたが、まあ経験豊富な選手ですし、やはりね、スキルとしては非常に高いしパス能力が高いので、押し込まれた試合とかで一本のパスで試合を決めなきゃいけないみたいな展開があった時に柴崎選手が力を発揮してくれという場面もあるんじゃないでしょうか。そして遠藤選手、まあ、遠藤選手はね、ドイツでプレーしていて、まあ、デュエルというね、1対1の、こう、勝負で、デュエル勝利回数か、ブンデスリーガ、ドイツのブンデスリーガでナンバーワン、2年連続ナンバーワンということで、まあ、対人は非常に強いですし、まあ、中盤のね、守備的な位置で、もう当然今回強い相手ですから押し込まれる展開多いと思いますんで、まあ、本当にここは要の一つと言えるんじゃないでしょうか。そして、伊東純也選手。ここはね、逆に攻撃の、まあ本当にね、一つのポイントといいますか、とにかく足が速くて、右サイドから一気にチャンスメイクをしたり、ゴールを奪ったりするという選手なので、ここはかなりポイントになると思います。やはり押し込まれた展開でも、一気にカウンターとかでゴールを奪うなら、伊藤選手の活躍は不可欠なんじゃないかなというふうに思います。続いて山田選手。まあ山田選手も J リーグでプレーしてる選手なんですが、ここで選ばれましたね。まあ山田選手ももちろんね、こう J リーグ組の意地を見せしてくれると思いますし、まあ安定した守備と、そしてなんでここにいるんだというようなね、ポジションを取って時々ゴールに絡むというプレーが持ち味だったりもしますんで、こういう選手がねラッキーボーイになってくれるというパターンも考えられるかもしれませんね。
続いて浅野選手選ばれましたね。ちょっと大きな怪我をしていてまだこう完全に復帰してないという状況なんですが、もちろん森保監督もねその辺はこうちゃんと情報をね、いろいろ聞いて常に新しい情報を取り入れながらワールドカップ本番ではプレーできるという判断をした上で浅野選手選ばれましたね。まあ、前回ギリギリでこう落選してしまったりとかですね、悔しい思いをたくさんしてきた選手ですし、まあ、スピードを生かしてゴールを奪うことができる選手なので、まあさっきも言ったように押し込まれたところでもカウンターというチャンスでは力を発揮してくれるんじゃないでしょうか。そして南野選手、南野選手もここのとこちょっと調子を落としていて選ばれないんじゃないかという声もあったりもしましたが、正直僕はまあさすがに選ばれないことは絶対ないなというふうに思っていました。というのもなんか陰謀論的なスポンサー枠がどうこうという話ではなく、当然ね今までの貢献もしてきてますし、そこで見せてきたスキルの高さ、能力の高さは間違いないので、今クラブでちょっと調子を落としていますが、まあ、代表ではね、しっかりやってくれると信じたいですし、そこまでにコンディションを上げてきてくれればですね、間違いなく中心となれるような選手なので、まあ、ここは外れることはないだろうなというふうに、思っておりました。ちょっとねここで南野選手が外れるというのはまあちょっと騒ぎすぎかなというような感じがあったので、今のところねちょっとコンディション確かに上がってきてないかもしれませんし、代表でのね、位置もちょっと前よりはね、こう中心ではなくなってきてるかもしれませんが、本番までにコンディション上げてくれることを信じましょう。そして、期待しましょう。そして続いて森田選手はね、まあ、ちょっと怪我とかもあって気になるところはありますが、今非常に乗りに乗ってる選手と言えるんじゃないでしょうか。なので遠藤選手、森田選手が守備的な位置のミッドフィルダーとして君臨して、その活躍が本当に、スペイン、そしてドイツのような強豪相手には鍵となってくるところだと思います。続いて鎌田選手、まあ、鎌田選手も今絶好調ですね。なのでおそらくですね、本番はですね 4-2-3-1 というフォーメーションでいくんじゃないかなというふうに思っております。ディフェンダーが4人、そして守備的な中盤に2人、攻撃的な中盤に3人、右サイド中央左サイドと3人で前線に1人というフォーメーションでおそらくいくと思いますので、その攻撃的な中央の部分として、まあ、鎌田選手がゲームを作っていくんじゃないかなと、得点能力も非常に高いのでそこも期待したいですね。そして続いて板倉選手、まあ、板倉選手も怪我をしていて、正直選ばれるかどうか、プレーできるかどうかというような状況だったんですが、まあ、浅野選手とここも同様にですね、森保監督がいろいろこう情報をしっかりまとめてですね、本番をやってくれるということで選ばれていると思います。まあ、守備的なポジションね、いろいろプレーできますし、もしかしたらコンディションが本当に上がってくればですね、吉田選手を抑えて板倉選手がスタメンということもあるんじゃないかなというふうに思いますね。それぐらい素晴らしい能力を持った選手、海外でドイツでしっかり結果を出している選手なので、とにかくコンディションを怪我をしっかり直してコンディションを上げてほしいですね。続いて中山選手、中山選手も選ばれましたね。左サイドバックということで、まあここはね左サイドバック、まあ、右も合わせてですけど、いろんなキャラクターの選手をこう入れてる感じもありますし、まあ、どこかでね、長友選手に代わってとか、まあ、どこかのタイミングで出てくることもあるでしょうし、まあ、しっかりね、経験を積んでいるというところで、まあ、強い強豪国相手、強豪の選手相手にもやってくれるんじゃないでしょうか。続いて、相馬選手、まあ、相馬選手がもしかしたらね選ばれた中では割とこうサプライズ寄りになるのかもしれませんね。J リーグでプレーしている選手ですし、まあ、最終予選とかをね通してこうプレーしていたというわけではないんですが、ここに来て、まあ、オリンピックとかでもね、森保監督のサッカーをこう、ね、一緒にやってたりもしますし、まあ、そういう意味でもここで選ばれたというところになっております。まあ、突破とかねスピードとかその辺の武器もありますから、ここはですねどこか、相馬選手を使うタイミングは必ずあるというふうに思いますし、もしかしたらこうウィングバックのような、ちょっとサイドを守備的に置くときとかにも使うのかなというような気もしております。相馬選手が選ばれましたね。続いて三笘選手、まあ、三笘選手もちょっと怪我とかもあるんですが、おそらく、ここは大丈夫だろうということで、ここはもう本当に日本代表の切り札と言えるんじゃないでしょうか。なんといってもね、ドリブル突破からのシュート、チャンスメイクということが武器ですので、まあ、強豪相手にもそのドリブルでなんとか突破して、少ないチャンスをしっかりものにするというような機会を作ってくれる切り札になるんじゃないでしょうかね。まあ、スタメンで使うのか、スーパーサブで使うのかというところもポイントだったりしますが、おそらく僕は、どうだろう、途中から出てくるんじゃないかなというふうに思っております。続いて前田大然選手、フォワードの選手なんですが、まあ、とにかくスピードがあるということで、まあ、さっき言った通り大迫選手は選ばれてなかったりするんですが、あと古橋選手とかね、選ばれてなかったりするんですが、おそらくですね、
まあ、特に初戦のドイツとの試合とかは前田選手をスタメンで使って、攻撃ということももちろんなんですけど、前線からの守備というところでかき回してやろうっていう、考えは必ずあると思います。とにかく足が速いので、ドイツの選手がディフェンスラインでボールを回しているときに、前田選手がそのスピードとスタミナでもう追いかけまくって、相手を慌てさせてですね、ボールを奪って一気にそこからショートカウンターでゴールを奪うというようなプランは必ず、あると思います。なので大迫選手のようにこう体を張ってしっかりポストプレーをして、チャンスをじっくり作るという場面はなかなかないんじゃないかなという森保監督の判断なんじゃないでしょうかね。まあ、大迫選手のこととかですね、選出理由とかその辺を聞かれた時に全部ですね、その選出を言うわけにはもちろんいかないので、森保監督の中で考えが当然あっても記者会見で言うわけにはいかないので、まあ、もちろんね、各国スカウティングでいろいろ見てるから、こんなことになるなんて知らなかったっていうことはないかもしれませんが、まあ言ってもね、ちょっとそれは相手を一瞬驚かせるぐらいのね、スピードでボールを奪っていくというような、前線からの守備が必ずポイントとなってくると思いますんで、この選出は非常に納得がいくなと個人的には思っております。そして堂安選手、まあ、堂安選手もね、今調子いいですから、まあここもねスタメンで出るのかサブで出るのかどのタイミングで使われるか分かりませんが、こう気持ちも強い選手ですのでしっかりやってくれるんじゃないでしょうか。続いて上田綺世選手、まあ、上田綺世選手も選ばれましたね。今ベルギーリーグで調子上げてきてますから、まあ代表じゃなかなかちょっとねゴール決められてなかったりしますが、ゴール決める能力非常に高いので、僕は結構ね上田綺世選手やってくれるんじゃないかなというふうに思ってますね。点決めてくれるんじゃないかな、そんな期待をしております。そして田中碧選手も選ばれましたね。まあ、ここは中盤で、まあ、必ず出回ると思いますね。タフな戦いになると思いますので、まあ、遠藤選手、森田選手、をずっと行くっていうのもなかなか難しいでしょうから、まあ、田中選手、柴崎選手を使うタイミングは必ずあるので、もう総力戦としてね、この辺は田中選手の能力も期待したいと思います。そして冨安選手、まあ、ここはね本当にちょっと怪我がちなのが心配ですが、もう日本代表の守備の要ということで、まあおそらくセンターバックで使うのか、もしかしたらサイドバックにして、吉田選手、どうでしょうかね、板倉選手、まあ、谷口選手とか、センターバックに使いつつ、もうほぼほぼセンターバックで組めるようなディフェンスラインにして守ってくるという手もあるかもしれませんし、3バックにするという手ももしかしたらあるかもしれませんが、まあ、どこのポジションでもね、もう本当に、日本の守備の要にはなると思いますんで、冨安選手は、期待大ですね。そして伊藤洋輝選手、まあ、伊藤選手は J リーグでねめちゃくちゃ結果を出したというわけではないんですが、海外に移籍してドイツで一気に認められて代表までこう一気に駆け上がってきた選手ですので、まあ、ディフェンスライン伊藤選手もどこで出るか分かりませんが、ドイツでプレーしてますんで、ドイツ代表との試合、まあこうね、自分の勝手知る強度の選手たちだと思いますんで、必ずこう結果を出してくれるんじゃないかな、出番があるんじゃないかなというふうに思います。もう本当にねそのフィジカルの部分かなり大事になってきますんで、伊藤選手もスタメンで出てくる可能性かなりありますね。そして最後、まあ最年少ということになりますかね、久保選手、ここも選ばれましたね。ちょっとね調子を落としてる時期なんかもありましたが、今シーズン、ヨーロッパのリーグの方でですね、スペインで移籍してですね、今非常に調子が上がってきてると、何よりこうね、まあ、あのクラブチームの方では2トップの一角といいますか、セカンドトップ的な扱われ方をしてますが、ゴールへの意識もかなり強くなってると思いますし、すごいシュート、まあちょっと取り消しになったりもしましたけど、すごいシュートを決めたりとかもしてますんで、まあ、久保選手もかなりもう、この大会で一気に世界的な選手になる可能性を秘めた選手だと思いますんで、長年ね、本当に久保選手にこう皆さんサッカーファンが期待してたものがここでついに結果としてね爆発するんじゃないかなというふうに思っております。ザザザと、紹介していきましたが、何度も言うようにもう我々は応援していきましょうということしかないので、当然ね森保監督の中にいろんな考えはあると思いますから、それをねこういい形で全員の全選手がいいコンディションで本番を迎えられるように、チームとして一丸となって本番を迎えられるように、そこを祈りつつですね、あとはもう信じて応援していきましょう。まあ、このチャンネルでも引き続き日本代表の情報をいろいろなるべく分かりやすく紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひこれからも見てください。よろしくお願いします。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録高評価ボタンもよろしくお願いします。それではまた何かしらの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。